お疲れ様です。プチタチです。鼻ほじほじやめろや。タチです。よろしくお願いします。お願いします。今日はね、はい、ドライブデート。そうね、いろいろドライブしよう。昔はね、よく暇な時はドライブデートしてましたけど、最近ちょっと時間がないから久しぶりですね。うん、適当に車止めてさ、ご飯食べよう。準備してきたんです、今日。プーちゃん、えれえな、おい、うん、えれえぞ。うん、えれえ。キャッチボールしたかったな。石ころでやろう。ドライブ行きます。イエーイ。タチ君またこけるで。あんたトートバッグの時みたいにね、うん、行ってきます。いってらっしゃい。お前も行くんよ。レッツラゴー。適当に車を走らせる予定です。まず今ここは、まあ、鳥取市ですね。普通にへえ野球してるぞ、そこで。へえへえ。ぶーちゃんは今日はもうほぼすっぴんみたいな感じです。どこに向かうんでしょうかね。鳥取の方おなじみ、産業道路。はい、まっすぐ行ったら、国府っていうとこに行くらしいっすね。とりあえずひたすら今日はまっすぐ行こうかな。マジ？うん、分かった。曲がらん、曲がらない男。曲がらない男。曲がらない男たちくん。じゃあここ左曲がります。曲がるやないか。すぐ。みんな大好き、しいたけ会館。しいたけ会館というね、しいたけがいっぱい食べれる、ええところなのかな。ええ、タチくんのちょっと苦い思い出があるところみたいです。タチくんね、一番嫌いな食べ物ね、しいたけなんだけどね、うん、僕が3年間ぐらいしとったバイトの、うん、まあ、送別会みたいな、うん、バイトお疲れさんでしたみたいな、うん、開いてもらって、うん、それがここだったよ、確か。全部飲み込んだ、噛まずに。無理、もったいな。あ、待って、ピザ美味しそう。やばい、強い。俺今日朝から何も食ってないからね。ちょっとあのピントが合いませんが、これドミノピザです。合いました。ここでね、確かに要は店員さんしとった。おで、そこのね、フラシーノっていう店員ショップはね、はい、オリンピックで錦織選手のナットを張った職人さんが勤めてます。だそうです。はい、はい。え、こんなとこにコスモスできとるやん。本当だ、知らなかった。へー。あ、タチくんがよく行ってたところですか。行ったことないよ。あ、ちなみにね、ここの向こうにタコポンっていうたこ焼き屋さんあるけど、マジでうまいから。ラッテ。マジでうまい。おすすめです。パチンコ屋さん駐車場の中にある。へい。あ、かわいい。じゃあちょっとしばらくまっすぐね、なんか話しながらドライブに行こうかなって思います。へえ、トライアルできてる。本当だ。ああ、久々だな、この辺走るの。あの、おみくじ引いたやん。あ、ああ、あの、こないだプーちゃんたちくんがさ、おみくじ引いてさ、プーちゃんが大吉開けた神社が、うん、ここ右に曲がったところにあるのね。そう、ほぼ左曲がった宇部神です。こちらは宇部神社です。はい、駐車場もね、結構あるんで、みんなよかったら来てみてね。たちくん、ここの宇部神の隣の公民館で立ってる。あ、そうなの。いらない情報ありがとう。とりあえずこっち行きましたけど、山が好きね、あなたね。とりあえずまっすぐ行きます。俺あんまりな、こっちまっすぐ行ったことないんよ。あ、そうなん、うん、どこ行くかわからん。どこ行くかわからん。うん、こっちあんまり行こうは、あの向こうに見える山まで行ってみる？行ける？分からんけど、この道だったらいけそうじゃない？山行くか。行ってみる？山だね、ぷーちゃん。うん、ぷーちゃん、今日何時起きた？今日は5時。いや、おばあさん。おばあさんだな。あ、なんか見えてきた。何あれ。あ、わかった。色がちょっと違うじゃん、あの辺、あの辺、あの辺。え、なんで白いが。え、どこ。これだがよ、これこれ。瓦礫の積み重ねみたいな、うん、すげー。
あ、トンネルが見えてきたね。すごい立教だ。あ、すごい。わあ、なんかちょっとなんかトンダムってあるけど行ってみる。うん、入ってみよう。入ってみよう。お、すごい。え、入れるこれ、うん、お、ダムだ。ダムです。あ、ダムだ。あ、すごい。あんな、ぷーちゃんちょっと噂で聞いたんだけど、これな、これダムをせき止めとる、これな、渡れるらしいだけ、車で。は？ここのこれをさ、渡れるらしいんよ。渡る？渡っていい？行ってみよう。すごい。ほら見て、すごくない？こっちはお水が溜まっとる方で、こっちはお水が出ていく方。お、うん、あ、ピントが合いませんね。面白いね。ちょっと降りてみる？あ、駐車場ある。駐車場ある。駐車場ある。駐車場止めよう。ふーちゃん、降りました。うん、車から。あ、すごい響く。あ、なんで？やっほー。ぷぷぷぷーちゃん、ぷぷぷぷぷぷーちゃん。やばやばいな。あ、すごい。あ、すごい。これがあれだよ、この道がダムをせき止めとる。へぇ、せき止めとるんや。すごくね。あ、そういうことね、うん、空気が美味しい。うまいな。あっちはどうなっとる？お、すごい。あ、すごい広場だ。あ、あの広場ある。サッカーできるじゃん。えめえな、ここ。えもい。ぷーちゃん、ちょっとじゃあ散歩したりしようや、もーちゃん。寒いな。いいよ。はい。ダッサダッサ。ぷーちゃん、お、じゃ車戻ろうか。お腹減ったけさ、どっかでご飯食べよう。いいよ。いいよ。ぷーちゃん気づいたんだけどさ、うん、あっちの方見て、ずっと道がまだ続いてるだっけ。あそこ。ほんとだ。ウィーンと、うん。うん。ちょっと行ってみようや。で、どっか車止めて食べようか。うん。行こう。うん。道がずーっと、こっちまで続いてるんですね。どこ行くんだろう、これ。ね、すごい、初めて通った。面白いな。お、お、お、なんか小屋があるね。なんか休憩スペースがあるから、ここにする？ここで食べようか。ここで食べようか、ご飯。そうしよう。うん、そうしましょう。止めるわ。うん、ここに決めた。すぐそこにあったね。よっしゃ、ご飯食べる準備しよう。ご飯食べる準備しよう。今日はね、うん、もう簡単にしようと思ってね、うん、簡単がいいじゃない、うん、だからドーン、カップラーメン。いいじゃん。お湯を沸かしてカップラーメンを食べよう。いいじゃん。なんか一回やってみたかったんよな。ああ、外でカップラーメンを食べるっていうの。いや、先週ね、スノボ行った時にね、駐車場でカップラーメン食ってる人がおって、うわーってなったもんな、うん、そして、うん、おにぎり、こいつは焼きおにぎりにしようと思います。
準備がよろしいって、うん、天然水じゃ無理やりやったいけん。ちょちょ無理やりやったいけん。こいつで行こう。うん。これ足りるんじゃないかな。足りるか。じゃあ。え？湧いてる。いいんじゃないの。あ、湧いてる湧いてる。あ、いけるわ。うん。全然いける。はい、はい。よいしょ、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 よいしょ。大丈夫そうかな、普通でモテまんねん。うわ、見て見て、これやばいぞ。反応する。じゃじゃーん。うわ、すごい。いただきます。はーい。はーい、いただきます。うん。こんなとこでカップラーメン食べるのなんて、うん、この景色見ながら食べれば、うまい？うまっ。きょうちゃん食べてみて、焼きおにぎり。うん。食べてみて。うん。食べてみてよ。いただきます。うまい？焼きおにぎり。あのね、おにぎりの醤油漬け。うん、まあ、そりゃそうだろ。おいしい。え？焼いてある？うん。おいしい。うまっ。うわっ。ラーメンとおにぎりってのは最高だよね、うん、あ、やばい、本当にもう幸せ、本当に本当にテンションがやばい。またな、違う場所でドライブして見つけて食べようよ。いいね。たちくん、一足先にごちそうさまでした。はい。てか、忘れとったけどサングラス持ってきたのに結局モザイク地獄です。さゆで乾杯。やぴー、やぴー。あ、あったか、ちょうどいいぬるさになっとる、うん、あ、本当にこういうのたまにあると忘れるが、うん、日常生活を、うん、頑張れる、頑張れるよな、うん、またしよう、こういうの、うん、したい。でこうやってね、休日でどっかドライブして、うん、どっか外で食べるっていうのも本当でストレス発散にもなるよな。ああもうダメだってことで皆さん、今週のプチたちの動画はまったりムービーでしたね。いつもか、いつもいつも普通の夫婦の日常、いつも見てくださってありがとうございます。ありがとうございます、本当に、うん、こんな夫婦なのにね、気づいたらチャンネル登録者数も4200人ぐらい。本当だよな。5000人いったら何かねしようと思ってますので、皆さんよろしくお願いします。今後もせーのベイベよーベイベ全部ベイベや